動画ご視聴ありがとうございます。のりです。本日は8月の22日火曜日です。時刻は今日はちょっとのんびりです。今5時40分ぐらいじゃないかな、5時半に家出てきたので、今日はちょっとのんびりめでですね、今から収穫をしていきます。今年のですね、露地物の出荷が25日というふうに決まってるんですが、実はですねちょっとフライングして、フライングっていうか ある条件を満たすことによって出荷可能になります。はい、でうちはですね実は一昨日ですね、その基準といいましょうか、その箇所をですねクリアしましたので、無事ですね昨日8月の21日から自前の出荷を開始いたしました。なのでちょっとですね早めに出させていただいているという状態になります。ちなみに昨日の出荷量は9ケースという状態になりました。じゃあまず収穫しながらお話していきます。ちなみにそれある条件はですね、まあこれ毎年同じなんですけども、5つですね、いちじくを5つ持っていきまして、で中身を割って中身の状態を確認するという実は作業があります。それで合格だった場合に出荷が可能になるという感じになります。おとついですね、おとといって言えばいいんですか、おとついでいいのかな、おとといは、はい、4名、私を含めて4名かな、4名、4件って言えばいいんですか、4件の方が試し割りの方のですね申請と言いましょうか、行いました。4名ともですね、まあ、合格と言いましょうか、 OK をいただきまして、その4名が昨日からですね出荷を開始できるという状態になりました。今はねもうだんだん露地物がですね実ってきてますんで、一日も早く出せる方がこちらは助かります。ということで今日も出荷はしたいところなんですが、今日8月の22日火曜日はですね市場がお休みとなるため、実は出荷ができません。うん、いてはい、これはね8月中は土曜と火曜がお休みなんですよね。ただし9月は土曜日の方はですね市場対応もしていただいて、火曜日だけが出荷がお休みとなります。で出荷は休みでもですね、いちじくはこうやって実るので、まあ、毎日を収穫するという状態になっています。なんですが出荷ができないので、今日はですね注文分、それと作業小屋の方ですね販売できる分だけを収穫をしていきます。よし、はい、本日はご注文分はですね7ケースありますので、7ケース分まず収穫をしていきます。で今1ケースですね、今もうサイズが 3L ばっかりなので、1ケースあたりですね 3L が4パックで1ケースになるので、3、4、12ですね、12個で1ケースとなります。なのでそれかける7になりますので、12、14だから84個ですね。まあ約、まあ、90個、まあ、100個ぐらい取っても全然大丈夫なんですけども、まあ、そのぐらい収穫すると。もちろんね全部が 3L ならばいいんですけど、そうじゃないような大きさも出てくるので、はい、まあ、大体100個ぐらい取るという具合にします。あとは販売する分もありますので、それプラスいくつかという感じなので、1、2、3、4、5、6、7、8、うん、大体ね、このトロ箱で大体2ケース分半ぐらいですね取れるんですよ。まあそこを考えると今日は10箱ぐらい取れば大丈夫かなと、このトロ箱で10箱ですね取ればいいのかなという状態です。その分明日の収穫量をちょっと増やさないといけないと、明日がちょっと大変になるという状態になります。よいしょ、まあ、それにしてもまだですね暑い日が続いてるんで、いちじくのですね
今実りがすごい速さで実ってます。よいしょ。はい、じゃあカーブですね。まあ、今目の前もね、こう2個ぐらい見えてると思うんですが、今日はね、今言った通り、ああこれは鳥に突かれてる。ああまたありましたけど、ここだけついてある。他何ともないんですけどもね。なんですが、さすがに突かれてるやつはお客さんにも提供できないんで、これは残念ながら、まあ、破棄と。ねえ、もったいない。はい。で、だいぶね、やはりもういい感じで落ち着いてるんで、非常にいい実が取れる状態に今なってきました。よいしょ。ちょっと小さいというか硬いかな。あら、こら。木とパイプの間にある残念な実が、かわいそうな実がありますんで、これはもう取っときましょう。これ多分これ以上成長する場所はないんですね。うん。残念。よいしょ。はい。まあ、どんどん取っていきますが、ああ、ここにも派手に鳥に食べられてる。めっちゃ綺麗に食ってやるな。このぐらい綺麗に食べてあげればね、あげるというか食べてくれれば、こっちは助かるんですけどね。さすがに、あれがね、出せる実ということはまずないんで、うん。あ、綺麗な実だ。今はもう雨が全然降らないんで、非常にですね、露地物も安定して、すごくほら、美味しそうな実でしょ。収穫はできます。よいしょ。まあ今日はね、10ケースほどプラス販売する分なんで、この畑とどこかもう一枚ぐらいしか回れないんじゃないかな。そんな感じです。なんでちょっと売れすぎる、熟しすぎる実が明日はたくさん出そうな感じがします。よし、はい。うん。で、ですね。あと皆さんありがとうございます。こちらですね、作業小屋の方にですね、視聴者さん、今年、まあ、現在のところ2名お越しになっていただいております。まあ1名はね、県内の方で、去年もお越しになってたんでね、もう顔も覚えてたんで、あーってすぐに分かったんですけど、もう1名の方ですね、なんと東京からとお越しになりました。本当に遠いところからありがとうございます。なんかその日はね、和倉温泉に泊まるというふうにおっしゃっておりました。お、これは、あ、これはちょっとすみませんね。送るにはもう遅い完熟の実です、はい。皆さんにはね、ステッカーの方、前の動画でですね、宣伝というかお話しさせていただきましたけど、チャンネルステッカーの方のですね、プレゼントをさせていただきました。ぜひですね、皆さんもですね、はい、お越しになった時にはお声をかけてください。はい。チャンネルステッカーの方ですね。数はすみません。少ないんですよ。20何枚しかちょっと作ってないんですけども。はい。一グループと言いましょうか。皆さんにね、お声掛けしていただいた場合は、ステッカーをプレゼントさせていただいておりますので、よろしければお越しください。と言いつつですね、場所知らない方が、こちらのね、はい。場所をご存知ない方がほとんどだと思います。近県の方とか、本当にですね、変な話なんですけども、お越しになりたい方は、調べるんですよね。当たり前ですけど。で、調べると、まあ、一応わかるようにはしてあります。はい。実は、チャンネル解説時は、ホームページのリンクを貼っておりましたので、はい。そこをご覧になっていただければ、この場所が実はわかるようにしておりました。なので、またですね、ちょっとホームページの方のリンクをですね、チャンネルのトップページですね、の方に貼っておきますので、はい、もしですね、作業小屋の方に来てですね、私に会いたい、そんな方がいらっしゃれば、こっちもすごく嬉しいんですけども、いらっしゃいましたら、はい、そちらの方を見てですね、あら、
半分だけ食べられてる貼っておきますので、そちらの方をですねご覧いただいて、ぜひお越しください。はい、皆さんとですね少しでもお話ができればと思っております。うん、まあ、結構な確率で私はいます店番してますので、うん、ああこれはちょっと、そうしているうちにですね、はい、だいたい30個ぐらい、うん、30個なんで、まあだいたい2ケース半ぐらい、もう2個ぐらい入るかな、2ケース半ぐらい入りました。もう1個入るね。よし、今こことここで、まあ1列と半分を見ながら歩いてますんで、よし、これで1ケースいっぱいですね。うん、正確に数えると何個だろう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、22、23、24、25、26、27、28、29、30かな、合ってるかな、32個入ってます。まあもちろん選別するので、先ほども言いました通り、もちろん選別するのでケースに入らないのも出てきますのでね。おろろろ、こうの方がさ、さで2ケース半と、これも取りたいけども、ちょっと送るにはどうかなと。よいしょ、もういい感じになってる。はい、良い感じに祈ってきております。よいしょ。まあもちろんね、まだもうちょっとまっすぐした方がいいの。こうか。まだですね、全然ピークを迎えておりませんので、収穫量はまだまだ少ないです。うん。まあピーク時はですね、このトロ箱が7、80ケースぐらい取らないといけない日が出てきます。うちにあるトロ箱全部使い切る。いう状態ですね。まあワンシーズンに1回か2回あるかなんですけども、そんな感じです。まあだいたい5、60ケースはですねコンスタンスに取れるという感じになってきますね。ここにあるかな、あるね。うん、で本当に雨が降らなければいい実がたくさん取れます。でまだですね、ちょっとやっぱ走りなので、実際には糖度がそこまで高くないようですね。まだ結構ね、暑いんで、実るまでの時間がね、実り始めてからって言えばいいんですか？実り始めてから、よいしょ、ああ、これダメだ。実り始めてからですね、この実るまでの時間がですね、短いので、おそらくまあ糖度が上がりきる前に収穫というかが実ってしまうということで、まあ糖度が上がりきってないんじゃないかなと私は思ってます。まず実際のところは分かりません。本当に美味しくなってくるのは本当に9月。ああしまった皮がめくれてしまいました。まあか、まあこれはちょっと企画外にさせていただきます。まあ本当にですね、美味しくなってくるのは、やはり9月回ってからですね、少し涼しくなってきてからの方が、はい。まあゆっくり、おそらく実っていくので、糖度も高くなる感じがします。まあ、すみません、測定したことはないんですけども、明らかに そのぐらいの方が私は味が良くなってると感じてます。よし、ここに2つある。おでか、大きいですね。 4L クラスですねきっとこれ。よし、うん、はい。こちらね、あの全然本当に伸びなくて困ってた
枝ですが、まあ、結局このぐらいまで伸びましたね。一番小さいのは私の腰ぐらい、 1,2,3,4,5 10個ぐらい収穫できるかなっていう感じですね、うん、と一列完了ですね。一列って、まあ、実際には一列半ってところですか。よし、じゃあ折り返して、あ、そうか、バナーネもあるんだね。先ほど1個取りましたけども、これもバナーネも出荷できないので、うん、数は少ないんですけど、まだね、まあ、木が少ないので、うちは出荷量が少ないんですけども、どっちかというとやっぱ直売だな、白いじじくはね。で、白いじじくはいつも思うんですけど、本当にあの先端とこの頭とお尻で甘みがだいぶ違うといつも感じてます。うん、要は先端が甘くて、まあ、先端というか頭の方が甘くて、尻尾の方は先端から比べると甘みが薄いなといつも感じてます。あの、もっと完熟というかジュグジュグまで置くと別ですかね。あららら、はい、こういう感じですね。で、今鳥対策ですね、打ってですね、だいぶ鳥の入りは減ったんですけど、この被害的な割合から言うと、はい、またありましたけど、バナーネの方が鳥にですね食べられる比率が高いと思います、うちの畑ではね、うん、ああここにも、要は木の本数からして食べられている確率がバナーネの方が高い。この辺すごい鳥に食い散らかされてる、うんうん、よいしょ、これドーフィンをつついてますね。これは何でしょうか。やっぱりバナーネの方が鳥からしても美味しいんでしょうか。ていうか、そもそも鳥って味わかるんですかね。ちょっとわかんないんですけど、どうなってしょう。よっ、はい。まあ今日は本当に売れる、まあ買っていただける分だけを取るので、この辺は非常に難しいです。平日ですからね、そんなにお客さんも、平日はやっぱり、ね、土日から比べると少ないので、ちょうど、まあ、少し足りないぐらいが一番いいんですけどね。ここを見極めるのが、ああ、これもほら、これは鳥じゃなくて、鳥かな。なんかすごい爪痕がガッて入ってるんで、はい、あの、ウルヴァリンかもしれません。老眼がうちの畑に現れているような感じですね。これ、ショートで上げさせていただきましたけどもね。よし。はい、ああ、いい感じ。これは残念ながら、送るにはもうちょっと遅いやつですね。これだけ割れてると、やっぱり、送れないな。よし。うん、今日はね、取り忘れとか、そういうのじゃなくても、出荷できる良い実だけを取っていくので、結構ね、こう、動画見てる人は、あれ、それ取らないのっていうふうに、もしかしたらね、見ながら思うと思います。そこにもあるじゃん、なんか赤いのっていうのあるんですけど、多分それまで全部取ってたら、大変なことになりますね、今日は。うん、あそこにもあるが、ちょっとどうかな。あ、これは、よいしょ、これちょっと奥にあって取りにくい。そこにあるのはちょっともう、そうそうかな、うん、よし、前に行ってます。まあそういう感じで、今日は収穫をしてまいります。もうあのだいぶ皆さんのところも収穫かですね。うわー、これは完全にこれハクビシンだな、鳥じゃない、きっと害獣系。
皆さんのところもね、もうこういう感じでたくさん取れてるんじゃないんですか。なんかツイッターとか見てるとね、毎日30個ぐらい収穫できてますっていう風におっしゃってた方もいらっしゃいます。いや結構30個多いですよね。どう考えても一人ではっていうか個人消費できる量ではないですよね。30個、まあ30個なんで毎日これだけ個人で取れてるってことですよね。結構な鉢植えなのかな。鉢植えで30個取れたら相当ですよね。路地かな、そうすると取れてるということですね。よいしょ、はい、少し前、どこだ、どんどん取っていきます。まだね本格的スタートしてないんで、今日はちょっとのんびりさせてもらってますけど、まあ増えてくるともう収穫は5時ぐらいから開始しないと、もう暑くてね収穫するのが大変なんで、なるべく涼しいうちに収穫をしたい。あ、これは結構大きく、まあ、はぜてるというか口が開いてますね。よし、うん、あるある、これやばいな。これだけで、ここだけでこれだけもう取れてるとなると、あの他の畑今日行かなくて良さそうな感じだな。これあるね。8ケースぐらい取りたいから、今これで4ケースあるんで、今もう2ケース取ったんだな。よいしょ、OK。それをちょっと考慮すると、そんなに取れない、取れないというか畑が回れないな。いやこれは本当に明日が大変になるのが目に見えているな。うん、おお、危ない。見せようとして落としそうになるという本末転倒なことになりそうです。とよっ、これはまだだな。はい、2列半終了で、そうですね、2箱半、まあ、白いちじくもちょっと入ってるので、まあやっぱ10ケースぐらいは取らないと足りないね。本日の収穫はこれだけでやめます。まあ予定していた通りですね、このトロ箱で10と、まあ半分ぐらい、まあバナナもね入っておりますので10と半分ということで、今日は宅急便のね中心にやっていきます。よし、時刻は今7時もうすぐ7時半ということですね。あらかじめ先ほどエアコンを入れていたため、この小屋ですね結構涼しい。はい、じゃあ本日の Vlog はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。